続いてはどうぞ、はい、ますおスーザン・ボイラナイさんでございます。ボイラナイのスーザン・ボイル、ボイルよ、ね、スーザン・ボイル、いい声のおばちゃん、ね、スーザン・ボイラナイいやもうしょうがないね。ナイスペンネーム、ペンネームをいじんのってラジオではタブーですか。タブーじゃないですか。タブーじゃないですか。別にいいですか。もう俺しょっちゅういじって。ああそうですか。粋じゃないって言われたことあるんですよ。いや誰に。なんか偉い人に、なんかスーザン・ボイラナイ、このこれはスーザン・ボイラナイというペンネームを言うって聞いてる人が、なんやねんそれって思うのでいいんだと。そこでパーソナリティは突っ込んでいいんだみたいな。いいですか。ないんです。もういじりまくった方がいいですよ。スーザン・ボイラナイ。ボイラナイのかよ。これですね。爆笑問題の反省がドラマになったとしたら、太田さん、田中さん、光代社長はどなたにやってもらいたい。あ、面白い。キャスティング。太田さん役誰だ。まあ、俺はキムタクは決まってるだろうけど。そんな男前。そんな男前。絶対炎上しない。俺が炎上するんだろうね。そう、確かにね。木村拓哉さん炎上するような感じになれへん。そうだね。いやちょっと。誰やろうな、合ってる人が。だ須田まさきさんとか上手にやる。いやそれもちょっとおこがましいんだけど、須田まさきさん断ると思いますよ。須田まさきさん、誰やろう。光代社長とかはなんかこう、なんやろうな。うちの社長、今だったらでも安藤サクラさんとかいいね。やってもらいたいけどね。安藤サクラさん敵役ですやんか。ねえ、光代社長敵役、うん、あの自然で。だからそうなると、うん、俺は江本タスク君でいいんじゃない。夫婦で、夫婦でね、うん、まさに夫婦だから、うん、あ、いいいいよね。ということは田中さんどうするいう話になってきます。田中はどっかの子役をオーディションでどっかの子役をさオーディションでさ小学生あ、それいいですね、いやぜひどっか映画配給会社とか興味ありました。いやいやいや、安藤サクラさんってやっぱすごいですね。いや天才ですよ。もうでなんであんなすごいんやろ、うん、あの一家だから。江本君も今ほら光る決めはい、はい、素晴らしいんですよ演技が。藤原道と奥田瑛二さん、安藤和さんの娘の安藤サクラさんでしょ。で江本明さんは江本明さんの娘。江本明さんの奥さんっていうのは有名な方なの。あのなんつったっけ名前、劇団乾電池のあの女優さんだった。女優さん、ね、今ちょっとすぐ調べてます。ごめんなさい、名前が失礼ながら。元井雅子さんではないですか。元井雅子さんは劇団30万なんですけども失礼ですよ、あなた本当に名女優です。今すぐ調べてます。名女優です。どうなった。角貝さん、角貝和江さん。この人はちょっとね、あの有名、はい、もちろんもちろん有名で、サラブレッドですね。だからもう超サラブレッド、ね、亡くなっちゃったんですけどね、角貝さんは。角貝さん本当に亡くなってます。亡くなっちゃいました。大丈夫ですね、うん、だから江本さんは僕憧れの俳優さんなんで。でだからそういう意味で言うと、あのなかなかね、うん、こう二代目ってそんなにと思うけど、なんだろう、すごいっすよね。すごいね、本当にすごい。あの最近のすごい映画あったでしょ、あの最初火事のシーンから始まる、ああ吉原炎上ね、あれもすごかった。吉原炎上じゃなくて怪物、怪物、怪物、怪物か、吉原炎上もすごかったんでしょうけど、あのな演技のうまさって結局何ですか。自然にできる人ですか。なんでしょうかね。っていうかね、今のね若い俳優さんはみんなうまいですよ。うまいですか。あのリアリティが、だからハリウッドの映画俳優がかつて俺らが時代に、はい、なんでこんな自然な演技ができるんだと思ってたのが、ね、今もう日本の役者みんなできる。できるんです。いや僕ね、陸王の最終回にね、あの竹内、陸王ドラマの最終回に、あの竹内涼真さんが勝ちます、うんうん、マラソンで、でイーローインタビュー役で僕やらしてもらったんですよ。あ、そう、豊橋で3000人のエキストラさん集めて、うん、でこんな人みんなの前で何が勝たせてくれたんですかって聞く、うん、竹内さんが靴を脱ぐ、この陸王が勝たせてくれましたという、うん、で僕は陸王って驚くって台本に書いてあるわけです、うん、で竹内さんすごいですよ、毎回リハからもう涙流してるんですよ、これが勝たせてくれました、で僕はそれ陸王驚く演技でね
ビコって驚いて、カツ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 、イサちょっと何したの？ちょっとね、何したそれ？わざとらしいな。そう、ちょっとね、そんなじゃないですね。リコ？だからこの人が驚いた時にリコとはならないんでしょうね。だからその本当に人の驚いた自然っていうのは何なんだというのを固まっちゃうのかもしれない ね。そう、こうやってリコが形してくれました。そうかもしれない。太田さんやったらどうします？じゃあ僕これやりますね。何が形してくれましたかって聞いてもらっていいですか？おめでとうございます。ありがとうございます。いや大変でしたけども、ね、まあ一つ要因を挙げるとすれば、何が一体このレースに勝たせてくれたのか ね、 そうですね、すこのリコーが勝たせてくれました。リコー大根しかもカメラ目ドラマでタブーですよ確かに誰に話しかけそこにカメラはないんだからそこにカメラはないんだ難え、大田さんドラマって出たことあるんですか？まあ、あのいわゆる遊び程度の何て言うんですか、特別出演的なだから僕はあの森田さんの森田義満さんの大監督日芸の先輩で、なおかつ僕らが若手の頃に深夜コントやってたのを見て、こいつ監督にしようっつってバカ野郎っていうのね、監督にバカ野郎、私怒ってますね、あのパート2で役者として出て、パート4で1話監督やったんですよ。森田さん僕が気に入ってもらって、はあ、で高田文夫先生の、はあ、あの落ち研の後輩なんですよ森田さん。へえ、つながる。で、うん、高田先生はもう大スターだったんですよ、はい、その頃落ち研のね、はいはい、で部長 で、で森田さんはあんまりうまくなかったらしいんですよ、はい、でお前もう落語向いてないから、もう映画かなんか、映画好きなんだろ、映画の方行けっつって、おすごい、そっから行ったと。落ち研クビにして映画監督になって撮ったのがもうのようなもの。のようなもの、これ見ました？見てないです。落ち研の映画なんです。へえ。でそれで主人公尾藤勲演じる主人公が、あの厳しい先輩、これがなんと高田文夫そのまんまモデルにして、キントトっていうそのあの全然落語が下手なのは森田さん自身、うわ、これのような自叙伝だ、うん、はあ、それでそっから の、 あの高田先生森田さん俺っていうそのつながりがあって、だ森田映画にはちょこちょこ、あ、そうですか、あのいわゆるカメオン出演っていうんですか、今だったら、そういうカメレオン出演、カメレオンじゃない、カメオ出演、カメオってのやつか、カメオ出演って言うよね。それは初めて聞きましたね、カメオ出演、特別出演みたいな感じです。あ、そうですか。カメレオン出演って何だよいろんな色になったりするのか映らないようにセットに来ないですよ、あ、そうですか、カメオ出演、ギャラもらわない特別出演、友情出演、ギャラもらってます、もらってますけど、あれと友情出演ってギャラもらわないって聞いたことあるんですよ。いや、もらってます、もらってます、もらわないわけないじゃないですか。そうですか。